いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お友の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたします。さあ、はい、いろんなコーディネートをちょっとこう数回配信させていただいておりますけれども、なんだろう、わかんない。ね、ちょっと挙動不審ですよ。すみません。大丈夫ですか？わかりません。わかりませんじゃありません。でも結構お客様と直接お会いすると、はい、小林さんが ADMJTV で見せる姿とショップチャンネルさんで見せる姿が違うからおもろいって。本当ですか？ショップチャンネルでも一緒だと思うんですけど。全然違うよ。それはさ、キャストさんに気を使ってますよ。そうです、そうです。ちょっと待って。私には。いや。おやおや。もしもしでもダメです。さあ、ということで、お洋服取り揃えておりますけれども、はい、まあいろんなね、秋冬になってきて、はい、皆さんもお洋服をね、衣替えも始められて。そうですね。そう。で、もう、バッグって、なんていうの、衣替えって、まあまああるか、まあ。うん、ちょっと獣だったりね。うん、獣ね。はい。もありますし、はい、うん、まああとお色だったりっていうのもあると思うんですけど、はい、うんうん。一年中ラグジュアリーに使えて、そうそうそう。そして ADMJ らしいものって言ったら、これね。で、それを持ってらっしゃる方にとっては、じゃあ秋、冬になってきたら、はい、どんなものに私のあれは合わせられるのかしらっていうのを教えて、小林さんのお時間でございます。そんな、ごめんなさい。はい、マイクロミニサイズ。かわいい。軽い。なんか持ってないみたい。本当ですね。軽い。かわいい。ね、やっぱり、リラやビノロッソが、はい。人気で。うん。このあたりね。ねえ。どうしよう、ね。なんか、こう、シューが入って。うん。ジナビさんが、リラのコーディネートを。はい、私が、え？ミノロスのコーディネート。振らないでよ。これ。それ簡単じゃないですか。簡単？どうしよう。逆になんかどうしよう。簡単？うん。グリーン、グレー。ダメ？いや、全然ダメじゃないですよ。グレー。ちょっと涼しく見えちゃう？あ、でもこれ自体がね、もう半袖で涼しそうなんで。この、いいと思う。もう全部、そんな不安にならないでください。何？かわいいと思う。ちょっとね、パンツはこのね、グリーンでかわいかったの。パンツ？さっきちょっと見たあの、コンサバのコンコンがかっこよかった。コンコン。コンコンね。うん。気に入っていただいたと思います。ね、かわいい。で、チラッとこのね。グリーンがね、見えるのがね、ネイビーとグリーンで。あ、かわいいと思う。じゃあ、それはそっち。いや、これこそ、ビノロスの。これ、これちょっと長袖だと思っていただいて。はい。かわいい。なんかピンクやん、グレー。ね。王道ですよね。いや、いいね。ね。そうだね。うん、王道ですよね。うん。結構、夏皆さんこれは何に合わせてたんだろう。あ、でも夏だったら本当にもう夏の白いワンピースとか、うんうん、両方合いますよね、爽やかに。そうだったね、うん、じゃあちょっとこれから秋冬にかけてまずは秋口、本当だ、ね、これも可愛いね、やっぱね、はい、っていう風に今持ってらっしゃる方はちびちゃんたちもこんな感じで、なんかバッグのサイズによっても印象って随分変わりますけれども、はい、このちっちゃめの20センチボストン、はい、クマ。かわいいですね。はい、なんかデザインによってもなんか色の表情の出方が、またね、天然のものなんだ。本当だね。だってさっきのこれ、これと比べると、少しなんか印象変わりますよね。やっぱり。ね、ちょっとしたサイズの違いとデザインの違いなんだけど。一点一点。違う個性が出てきます。じゃあ、それだとどれに合わせたいですか？これ、もうね、やっぱりこれね、これ。さっきやりましたよね。復習してるところに。今復習。これ合ってる？復習合ってる？合ってる。復習は合ってた。復習はね、合ってたけど。でもほら、ベージュとかも可愛いと思います。確かに。ちょっとこう。ほら。あの、ゴールドのやっぱり金具がちょっとベージュの時に。それでこう、ちょっと。あ、可愛い。なんか、ワームな感じがしてきた。ワームな。ねえ。可愛いですよね。うん、いいね。可愛いね。これを好きな方いらっしゃるからな、今の参考にしてて。長谷川さんが、うん、ビノロッソ。ビノロッソ選ばれましたか？お題いただいてますよ。あ、そうですか。はい。じゃあ、長谷川さんにぜひこれをおすすめしたい色組み合わせ、うん。ベージュとかよく、試し物着られてるから、うん。そうですね。
いやもうこれはどうですか。黒ダメ。私これもあえてほら、あ、うわ、ちょっと持っていただいてもいいですか。そうで、この時は、はい、グレーのパンツ履いていただいて、いやー、おー、辛口になった。いいね。私これ欲しい。どれをどう欲しくなって持っとるやん。うわ、これさっきのこの感じの人と、ね、そう、この感じの時は私これがいいと思う。このベージュでワントーンなんですよ、うん、これがハセキョウなんですよ、うん、ね、これハセキョウですね。これハセキョウなんですよ。で、クミコになるとこれになるんですよ。かわいい。でも上はお揃いなんですよ、二人とも。ね、ね、いい、これかわいいですね、うん、かわいいですね。やっぱちっちゃいバッグって、うん、なんかやっぱりね、アクセント、もうアクセサリーだよね、うん、2個持ちの一つとしてワンポイントになりますよ、はい。でね、このシリーズいろんな形があるので、はい、今日一挙見せ、はい、一挙見せ、一挙見せ。次、中間のサイズのトートとボストンを、はい、あ、これ一挙に行くの、はい、はい、じゃあトート、さっきのね、はい、じゃあちょっと前失礼します、はい、これと比べていただいて、あ、足りなと、何そう、もうやったことあるのばっかり取らないの。これね、これね、復習。はい。その大きさになるとボトムなんでしょうね、稲垣さん。変わっちゃうの？白。あ、かわいい。かわいいんじゃないでしょうか。できた。なんか優しい女の人みたい。でしょ？うん、でしょ。かっこいいですね。合わせましたね。優しい女の人みたい。え、じゃあそっちだと？なんか、これは、まあ、あえて、作るのかもしれない、こう持っていただいて、はいはい、大丈夫ですか、こんな感じ。お、かっこいいね、え、よくないですか。好き好き好きですよね。いいですね、はい。こんな日もカリナータの、カリナータはおしゃれです。いいな、ね、持ってる方うらやましい。そう、じゃあちょっと次ボストン行きますか。ボストンもあるんですよ、同じサイズ感で。じゃあ2台、はい、このあたりすっごい人気じゃないですか。うん、人気。ね。ちょうどビノロッソをイオちゃんがお選びいただいて。はい、こちら、はい。あらま。はい。もうないですけど。はい。え、ないの？あの、こちらにはね。はい、はい、はい。ですけど。店頭にはあると思います。はい。どうですか？どうしようかな。さっきでももうベタにこれしちゃったよね。そんな、困らないです。これで黒ってどうなっちゃうの？あ、でも、そもそもありだと思いますよ。白っぽく見えるから。あ、いいんじゃないですか、白パン。白パンだったら平気？うん。平気？ちょっとワントンで。でもその、ビノロッソは黒に絶対合うんでしょ、これ。うん、でもトップスね、黒にはもちろん合うんですけど、うん、なんか、まあでも、どうですかね。こんなボストンになったら、うん、さっきベージュを合わせましたが、はい、なんか黒パンに、うん、上は？でも全部黒でもかっこいいね、うん、この遊びの感じで合わせるとかわいいね。着ると思います、うん、ね。いや、本当あのシンプルな服にこそ、うん、このシリーズは生えてくる。そうですね、だからこういうオーセンティックなコーディネート、うん、これグレーの服でいいと思うんだけどな、うん、上グレーの服、上何色、うん、あ、韓流の、韓流の、あ、これすごい、これいいじゃん。防体の人、これ。そう、防体に。あ、いい、いい。ねえ。グレーのパンツに。もう、言うこと聞く、言うこと聞く。これ財閥のお母さん。財閥のお母さん。財閥のお母さん。ねえ。うん。いい。ねえ、そんな。いや、これ持ってらっしゃる方は。ぜひね。イメージをね、膨らませていただき、うん、本当ですね。これ持ってらっしゃる方は、ぜひ、財閥ファッションよろしくお願いします。財閥ファッション。はい。インスタがあるの待っております。はい。次、そして、はい、もうね、ちょっと次からはね、商品あるの？別注今、ね、特注？何シーン？返事は？二人とも返事は？残りますかですが、やるっちゃやる？はい。あるっちゃある？はい。28センチサイズのタイプ、はい、これをあの違う色のものを、はい、この間お客様が見せてくださって、自慢しに来たっていらっしゃって、うん、自慢するに値するって思った。そうです、ね。遥か向こうから来た時に、
もう、なんかね、匂いがしたもん、私。何の匂いですか？誰が来る？財閥の匂い。ちょっと見たなよみたいな。あ、ほんとだとかって。すごい遠くからでも分かっちゃった。ですよね。怖いよ、これ。怖いよ。すごい存在価値ありますよ、これ。なんか、走ってますかね、はい、走ってる。オーラ。周波。周波も、オーラも出てる。ねえ。これはかっこいい。いいな、持ってらっしゃる方。どうします？どうしますってあなたの担当です。いや、大きいよ。大きいからあえてカジュアルなんだね。うん。に優しい。うん。下は？下？下は、下ネイビーだとどうなっちゃうの？黒？ネイビー？ネイビーだとちょっとあれじゃないですか？あ、だめ、あ、やめ、やめた。グレー。そっちの濃いグレー。濃いグレー。いいと思います。可愛いね。落ち着いた。落ち着いた。はい。こういうかもしれない。はい。だから、そっちの色だとあなたも下げてらっしゃる。ブルードラゴン。私、ブルードラゴンは自分の次の形で。やる？まあ、いや、あれですけど、まあ、黒コロは絶対問題ない。最近ね。うん。と思いますが、あえてブルードラゴン。ブルードラゴンっていうぐらいだから、ネイビーって言います。そうだね。うん、おお。ね。はい。ちょっと持っていただいて。ネイビーに、いやでも、あの、全身ネイビーでもいいと思うんですけど、普通に。グレー持ってきて。いいね。安心、ね。安心した。ほっと。いいね。ね、なんかもう、ほら、バッグいらないぐらい素敵じゃないですかね、ネイビーとグレーって、うんうんうん。そこにこう、どうですか、それが、ね。どっちもいけちゃうな。うん、ネイビーとグレーの、まあ、このちょっと濃いね、シミュレーグレーがいいですよね。はい、うん、うん。あったあった。さあ、そして、そして、いよいよ最後。最後。はい。根垣さんはどの形がご希望？あ、これ。でも、ちょっとこれも今の、こっちもちょっと気になり出しちゃった ね、 ね。そうなんです。形ね。それね、モーツァルトでご紹介してますけど、はい。とても、これ私。そう、もうね、これ、すっごい自慢げに。って、もう、持って、って見せられました。女性の感謝祭、これでね、オールインワン。オールインワンにこれを。目立ってた。透明でも見えました、私が。はい。オーラをね。後から行きました。どう、使い合ったらどうですか？めちゃめちゃいいですよ。あ、そう。桃の入る感じは？もう、なんか、コンパクトで、うん、バッチリ。気持ちいい、この、使いますね。なんかカードが入って、ストラップついて、外に、ポケット待ち付きで、さらに、ここにもカードが入ってね、うん。で、ここにファスナーがあって、そして、とてつもなく軽やかで。はい。で、なおかつ、持ってる自分軽やかなんだけど、この見た目の美しさ。うん、いやだ、やっぱ素敵ですね。頑張れ。かわしてくれないんですよ。おかしくないですか？お金出すって言ってんのに、いいって言われて。目標達成してたのにしてください。自分的には達成したんですけど。本当ですか？はい。もう、買えないんですよ、まだ買わしても。なくなっちゃったらどうしようっていうのがヒヤヒヤなの。大丈夫です。作りますから。本当ですか？好きな、はい。好きなコーディネートしてください。はい、はい。もう今の私です。本当？私が持ちたいから。どうしましょう。柔らかいこの色合いで、秋になったら、これが手に入ったら、ブラ、ジャケでも平気？うん。綺麗だと思います。リラ。リラにして。優しい。はい。よいしょ。ひなちゃんにして、斜め掛けして。あ、ひっくり返っちゃってる。ごめんなさい。逆でした。失礼しました。もう一回お願いいたします。ありがとうございます。はい。斜め掛けします。糸掛けじゃなくて。斜め掛けします。はい。下は何がよろしいですか？ちょっと私なので、そのチャチャで行きたいです。チャチャ？あ、チャチャで行きたいです。華やかな感じでいいと思いますか、はい、あまりにも欲しさの興奮で喉に何か引っかかりました。失礼しました。うわ、これいいですね。うんうん、ダメ？いや、可愛いと思う。あとは、もしパンツ変えるとしたら何色がいい？でももう、パンツ、あの、稲垣さんのその白で、白で素敵だと思いますよ、冬。ほら。財閥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 。ナンタケット島にアメリカであの別荘を持ってそうです。ナンタケット島。ニューヨークからマンハッタンから。ナンタッタッケ島。なんかあのプライベートジェットでナンタケット島に。確かに。
なんとかケンタとは行きたいですね。ねえ、なんとかケンタ。ああ、いいな。本当に、なんか、生きてるうちに達成はできないかもしれないけど。達成してくださいよ。次の生涯で頑張ろう。ああ、いい。はい。こういう風に。ありがとうございます。うん、だ自前でしょ全部。うできるってことじゃないですか、あなたは。もうこれも持ってる、これも持ってる、これも持ってる。できるってことじゃないですか。そう、でも体が入るとな、私、マイナス10ポイント。やめてください。いや、というわけで、はい、まあ本当にこのシリーズは、すごく手にされた方は、はい、今、心豊かにお過ごしかと存じ上げます。そうですね、そんな皆様方が、もちろん夏から引き続き、はい、秋、冬も、心豊かに、そしてまた、さらに現実社会も豊かに、はい、生きていらっしゃるためにちょっとコーディネートのご提案をさせていただきましたが、はい、こういうコーディネートを楽しむためにも常に体は健康でいなければいけないので、はい、元気になる秘訣はこちらでございます。はい、はい、スマイルフローラパウダー、はい、もう本当にいい、はい、まあサプリメントをね、健康チャンネルという形で私たちもご紹介することになりましたけれども、はい、やっぱりこういうね、ちょっと、ニッチな皆様との会話の中なので言いますけど、やっぱりね、サプリメントをご紹介するのって、ものすごく責任を負うわけですよ。ね。だからすごい小林さんも、ここに至るまでに、すっごく時間かけてます。はい、で、やっぱりいろんな人にも試してもらったりとかして、で、納得いくものでなければ、やっぱりそんなに皆様には伝えられないからっていうことで、本当に厳選に厳選を重ねたもので、今回このね、スマイルフローラパウダーを、皆さんにご紹介することにしたので、ちょっと気になってらっしゃる方は一回試して、で、3箱セットなので、ちょうど3ヶ月、はい。そうですね。で、サプリメントとかってやっぱり一長一短にすぐに分かるものではないので、やっぱり基本3ヶ月は続けていただきたいっていうのはあるんですよ。でも、すぐ分かりますよね。っていうこと言っちゃうけどね、この人はね。でも、一応だから3箱でやっておりますので、もう本当にひどくない。だってすぐわかるんだもん。人それぞれだから。ね、はい、ということで、ぜひ散歩。でも、人、すぐ、あ、いいかもと思った方は、じゃあ一箱大切な方への、ほんと小林さんがお母様にプレゼントしたりとかしてるように、どなたかにちょっと分けて差し上げてもいいかもしれないので、はい、ぜひこの機会に、ちょっとご検討くださればと思っております。はい、はい、そして、チャンネル登録、いいねボタンもぜひお願いいたします。はい。もう本当にチャンネル登録、YouTube さんにお願いです。なんか限度を設けてほしいです。なんかでもね、YouTube さん協力してないから、何を言ってるんだい君たちはね、出たりとかしてないのであれなんですけど、本当になんか限られたお客様への情報にしたいなと最近のいろんなものを見る中で、思っております。なのでもっともっと充実した内容に、番組も構成していきますのでよろしくお願いいたします。はい。ということで、いろんなコーディネートを楽しんでいただけましたでしょうか、はい、じゃあまたね、ちょっとまあまあ長めになりましたが、いつもね、最後までお付き合いいただきありがとうございます。まだ、でも、チャンネル登録者は、まだちょっと受け付けておりますので、はい、ぜひ、まだの方は登録してください。はい、締め切られる前に。そして、さらに、よかった、いいねボタンも押してください。はい、よろしくお願いいたします。励みにさせていただきます。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。